よしよし、残り2部隊でこっちは全員生き残ってる。おお、味方さんナイスダウン。ロング棒でちまちま狙ってたせいで出遅れちゃった。なんとか早く合流しないと。とりあえずいそうなところにてるみ、アークスター。そしたらオルタを持って突っ込む。リコイル覚えてないけど雰囲気でいける。よし、アーマーないのね。めっちゃボロカスエイムだったけどなんとかもう一人いるとか聞いてないんだけど、しかも赤アーマー相手に連戦な。オルタつっぴょ。オルタってこんなに強かったのか、全然知らなかった。そんなわけで赤オルタの強さにやっと気がついた。クソザコメンタルがいく、エイペックス実況始まるぞ。皆さんやっぱろう、霊夢よ。こんにちは、ヨウムです。おっす、あたいだぞ、チルノだぞ。というわけで久しぶりですがエイペックスやっていきます。てっきり失踪したのかと思ってたぞ。いや確かに前更新したのいつだったかすら覚えてないけど、ストームポイントでソロでプラチナまで上げてから満足しちゃってそれ以来全然やってなくて。私たち二人でストームポイントが来た瞬間初手見る檻でアホみたいに爆速でプラチナまで行ったからな。メタができる前に見るの地形覚えてマジで無双状態に入ってたからね。そんな私たちもプラチナ入ってすぐランクやらなくなっちゃったからね。それでランクリセット来てみんな同じになったからやろうと思ってな。おっと敵いる。あいつめっちゃロー、クッソロー。っていうかあたいが死ぬ。ミリしか残ってねえ。とりあえずみんなで集まろうか。一応撃ってるがジブのドームがあってきついな。スナイパー ASMR。思いっきり左耳駆け抜けていった。当たらなくてよかったわ。お、スネア刺さった。これはいけるのでは？アークスターの範囲広すぎ。スキャン行くぞ。ナイススキャン、正面から叩く。残りはカス当てでもいける。お、ナイスダウン。残りの二人は見てるからバッテマいちゃっていいよ。わかった、お願いするわ。こいつ一人ならやれるんじゃねえか？おっと危ねえ、アーマー削り切れる前になんとか倒せた。残りのジブも逃げていったね。さすがにこの距離ないないは罰ゲームすぎるわ。さっきのジブを追いかけてきました。お、なんか二人いるがやり合ってんのか？それだとしたらそのまま詰められそうじゃない？了解、私は一階からそのまま登っていくわ。あたいは逆から行くぞ。あれ？二階に誰もいないみたいだよ。もしかしたらさっきのシールドで逃げ切れちゃったのかも。よくまあ一人でそこまで生き残れるわね。ん？あー、ジブこっちいるじゃん。痛い痛い。もう、こんやろう。お、ナイスだ。でもさっきこのジブと接敵してた部隊がこっち来てる。ヨウムの体力がまずいからなんとかしないと。とりあえず戸締まりをしっかりしておきましょう。スキャンいける。一階に一人、そして上に一人。ここは上に上がって背中を取るわ。お覚悟。おお、今の普通にナイスカバーすぎる。あれ？敵いなくなってた？多分残りは一階に一人ね。面倒なことになったら嫌だから各キル入れておくわ。あと一人は外にはいないみたいだな。うお、マジかこいつ、無理やり仕掛けてきた。体押し付けに行っちゃうわ。うい、ナイスキル。なんか外で飛んで遊んでたら敵全滅してんだけど。背中を取った判断は我ながら100点だった。勢いようとバルキリーのウルトで飛んできたらとんでもない位置に着地してしまって大ピンチです。あっちにいるし向こうからも取り手飛んできてんな。どうしましょう。私近接物しかないから立ち打ちもできないわ。あれ？その2部隊今戦い始めてない？おお、ほんとだこれは助かった。これでなんとかアンチ内に安全に入れたわね。いや何言ってんだレイム。ずっとこっちを撃ってきた奴らに責任取ってもらいに行くんだぞ。こっちこっち。あ、そういうことか。背中取って完全に漁夫に行くのね。さっき散々こっちに嫌がらせしてきた分思う存分お返ししてやれ。ちゃんとデド派手に登場しようかなと思ったけどせっかくの隠密が台無しになるからやめとこ。今の状況は、2対1ってところか？よし、決着ついた。全員突撃。おお。でもここからじゃ姿は全然見えないわね。そんなあなたにスキャンをどうぞ。あれなら投げ物で飛ばせるんじゃない？フラグがあったからこれで行くわ。適当にポイポイ投げてー。うわ、めっちゃ入った。さすがにこれは相手もどうしようもないね。突撃のタイミングが完璧だったな。これが玉か、めっちゃ簡単に倒せた。よしよし、あと残りは2部隊だけね。あそこいるな、レプリケーターでなんか作ってるのか？1部隊は場所わかったけどもう1部隊はどこにいるのかな？これもしかしたら撃てちゃったりしない？多分場所晒すだけで当たる気がしないわ。とりあえずここ登って様子見でいいんじゃないかな。いやバルキリーなら登れるけどこれ普通のキャラでいけるの？あ、普通にいけた。もう1部隊見つけた。一番奥にもう1部隊。さっきレプリケーターのところにいた部隊を挟めてる。おし、それじゃあそいつらをやりに行くぞ。敵がいるのはこっちね。中央から入って一気に距離詰めちゃうよ。了解了解。私は外から狙えるところ狙っていくわ。よし、ここからでも十分狙える。建物内に入ったらこっちに任せろ。いいね、めっちゃロー。外に出てきたところは逃さない。よし、ナイスダウンだ。
残りの部隊は、ワットソンがいるのね。パイロンで耐久してるわ。起こされるのも嫌だからここは核キル入れちゃいましょうか。人数削ったから後は潰されるのを待ってるのもいいのかもしれんな。多分あと一人っぽいのかな。建物に入るしかないから放っておいても倒してくれるかも。一応スキャン行けるから仕掛けてみるか。外に一人いるって感じだけど残りはフルで生き残ってる感じね。パイロンが悪さしそうだからここから壊しておきましょうか。残りの奴はその裏に一人、建物縁に隠れてるな。それじゃあそっちを潰しに行くぞ。とりあえずスネア入れておきましょうか。あ、残りの一人はそこにいたのね。全然気がつかなかった。よし、これであと一部隊、フルでいるから、気は抜けないな。テルに投げ込んで様子見ておくか。私は外側から狙っていくわ。うぐ、なんとかダメージレースは勝ったけどかなりきつい。私たちが交代するからバッテ巻いて。ブラハは一回引いたな。中から攻められないかな。よしいた。てわー、クロス組まれてた。大丈夫、私が交代する。も、申し訳ない。バッテだけ巻いて復帰するわ。多分開ける気はないから孤立してるブラハにプレッシャーかけていくか。いやそれよりも先にアンチの方に向かっちゃった方がいいかも。どの道アンチに入るにはここを通るしかないからここから撃ち下ろせばいいと思う。あ、登るってそっちからか。こっち来ちゃった。そこを通って登るのはちょっと怖い。二人で扉見てるから登ってきて大丈夫。げ、スキャンまで来た。大丈夫だ、ビビらず登れ。ひ、ひー、なんとか登りきれた。一旦時間できたからメディキット巻いちゃいましょうか。ちょっと開いて展開してきてるな。うっわ、やばい、めっちゃフォーカス食らった。こっちは見ておくから回復入れておいて大丈夫だ。扉の方はスネア刺したから私もそっちを狙うわ。一応この位置関係がキープできてれば負けることはないと思うんだが。ブラハとワットソンは分かってるけど残りのレジェンドが何か分かってないからね。このまま撃ち下ろせばなんとかなっていくかな。入り口から攻めあぐねてるならアーツスターが刺さるかも。ってあれ？二人しかいない？一人レースか。ポータル引いて足元に来てるぞ。残り二人を狙えるけど逃げられちゃうかな。っていうかなんかとんでもないところでポータル展開してるけど。とんでもないところ？あ、確かにとんでもないところに引いてる。さすがにそれを逃すほど甘くはないんでな。残りの二人はそこから移動してきてるわね。びっくりするくらい当たらない？ここからなら上から撃ち下ろせる。もう二人しかいないから距離詰めていっちゃっていいかもな。了解した、私も一緒に詰めていくわ。あっつ、ケツ燃える。射兵の裏に固まってるからまた投げ物あったら飛ばせそうだよ。しかしこの時の私は詰めることしか意識しておらず、投げ物を使わず突っ込んでいくことに。うっしゃ、追い詰めたぞ。後ろから来てるわ。いやいける、もう倒せる。背中取った、あと一人ももらい。おお、やったー、チャンピオン。かなりフルパらしい動きだったね。というか普通にカバー良かったところめっちゃあったな。なんか普通に成長が実感できて嬉しい。ってなところで今回はここまで。この動画はどうだったかな？楽しんでもらえたら嬉しいぞ。また次回の動画も楽しみにしてくれる人はチャンネル登録して待っててね。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。質問箱への質問をお待ちしております。質問じゃなくてもいろんなことどしどしお送りください。こちらはおすすめ動画になりますのでもし時間がありましたらそちらの方も覗いてみてください。また次回の動画も楽しみにしていただける方はチャンネル登録してお待ちください。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。また見てねー。